関ヶ原の戦いで毛利軍は家康本陣の背後にある南宮山に布陣した。毛利秀元は南宮山を降りて徳川軍の背後から攻撃するつもりであったが、先陣を務める吉川広家が出撃に反対して道を開けないため動けずにいた。長塚正家の旧氏が南宮山の毛利の本営に駆けつけ、毛利秀元に戦闘参加を要請してきた。秀元はこれに応じようとしたが、先鋒として前面に布陣している吉川広家の兵に遮られているため動くことができなかった。そこで秀元は長塚の使者に対して、兵卒に兵糧を食させている最中なりと言って時間を稼いだ。これを最小殿の空弁当と称したという。同日、吉川家と同じく毛利家に連なる小早川秀明が戦闘中に寝返り、東軍として戦闘を開始。結果、関ヶ原の戦いはたった1日で西軍が敗北して終了した。その後、大阪城にいた毛利輝元も戦闘せずに本国へ引き上げたため、毛利、吉川、小早川は家康と戦うことなく関ヶ原の戦いを終えることができた。グッドボタン、チャンネル登録お願いします。